それから1ヶ月。後にこの町の伝説となる男、坊や春道と出会う。それも、あの電車の中で。2年の阿久津に追い込まれていた安田を仕方なく助けようとした矢先だった。なんだ、この金髪。その時はそう思った。しばらくして、バンド一派の阿久津太をはじめ、坂東と敵対している霧島ひろみもねじ伏せたという話が伝わりだし、にわかにスズランで春道の名は広まっていく。だが、彼の中でその噂は疑問でしかなかった。あの男が、本当かよ。その噂とは別に、相変わらず新兵には火の粉が待っていた。やめんな！めんじゃねえ！おい、あんた！なんだ？おめえも俺に喧嘩売るってのか？違う！逆だ、逆！あ、いや、逆でもねえか。なんつんだろう。あ、いや、とにかくそうじゃねえんだ！だったら何なんだよ。俺は、1年の坂本半蔵。頼みがあるんだ。頼み？あんたの強さを見込んで一つ、助太刀をしてくれ！助太刀だ？今、俺の兄貴分のガマゴーリって人がやべえんだよ。難癖つけられた挙句に、大人数で囲まれて袋にされる寸前なんだ。頭にくるよな、畜生！ああ、別に知らねえよ。ガマの兄貴は、俺だけ逃げろって言ってさ、すげえどやされるから思わず逃げちまったけど、やっぱりそんなのできなくて。そしたらたまたまあんたが絡んできた連中を蹴散らしてるとこ見ちまって、ああ今噂のやつなんじゃねえかなって。そしたらやっぱり鬼強えから、あんたとならガマの兄貴を助けられるんじゃねえかって。あれ、あんたでいいんだよな？ああ、だったらなんだよ。頼む！
助けてくれ。はあ、俺は好きで喧嘩してんじゃねえんだ。他当たってくれ。そんなこと言わないでさ。いいから他当たれって。だよ、わかったよ。俺一人で何とかしてやる。だよ、まったく。ガマ氷だからガマの兄貴ってわけか。誰だか知らねえっつうの。囲まれてボコボコ寸前か。ちっ、くそ、めんどくせえな。なんだこいつら、しぶてえやつらだな。ちくしょう、サモハン、大丈夫か。で、大丈夫っす、まだ。そうか、俺はそろそろって感じだな。兄貴、冗談だ、あともうちょっとはやれるぜ。さて、根性据えていくか。あ、こんなの喧嘩じゃねえ。仕方ねえな。おい、おお、来てくれたのかよ。おい、こいつってあの、うるせえ。すまねえな。兄貴、このガマとサモハンはスズランの中でどの派閥にも属さず独自のポジションを保っていた。しかし
今はスズランの最大勢力坂東一派に付け狙われており、今回もその煽りを食らったためだという。とにかくアウス。ああ、バカ野郎。おいおい、悪い悪い。ああ、Yeah.